ので主に訴えていくのはやっぱり NHK の受信料の不払いということになっていきますので、これやはり NHK の政見放送で、30人ということで合計2時間もっとか2時間ですよね。1人12分ですから5人で1時間あ6時間なのかな6時間ですね、やってますよね。1人6分かける2回なので、5人で1時間なので30人なので6時間ですね。まあ6時間 NHK の放送ができるということになりますので、この主なやはり主張というのは、まあ、NHK の集金人が来なくなりましたよ、我々の活動が実を結んでですね、まあ、特にやっぱり弁護士法72条違反でと、我々政党名いろいろと変えてきましたけども、まあ、NHK にお金を、NHK の弁護士法72条違反っていうものについてはやはりこれは相当効いたんだろうなということで、まあ、3年前今から4年前か集金人の、まあ、廃止を NHK が決定してですね、まあ、まるでコロナの影響のかのように減っていきましたけども、実際コロナが終わっても NHK はこのまま集金人制度を復活しないということを公言していますので、新会長ですね、現状の会長を公言していますので、まずはもう NHK の集金人は皆さんの家には訪問しないことをしっかりと NHK の放送で繰り返しこの6時間を使って言っていこうと。で、何よりもその NHK が一番言われて困るのは自動引き落としをやめてくれなんですね。勝手に口座から落ちる受信料を支払わされる、まあもちろん今だとクレジットカードでもあるんですけども、こことにかく NHK が一番これを止められるのが一番嫌なんですね。で、もちろん今とか集金人のこれまでの報酬システム、請求報酬っていうのも新規の契約よりも口座引き落としの請求報酬が高いんです。倍ぐらい違うんですね、まあ、それぐらい銀行での引き落としをしてしまえば住所変更しようが何しようが勝手にチャリチャリ入ってくるので、その自動引き落としに関してが NHK は一番嫌なわけですよ。で、これまで我々は受信料を払っていない人をお守りするということで払わない人を一生懸命お守りするということをやってきたんですが、やっぱり支払っている人もですねお守りしていかなければいけないというか、まあ、そういう人たちにアプローチをするという意味では自動引き落としをしている人を継続振り込み、いわゆるコンビニ払いに変えていくっていうことをこれまでもずっと、お願いしてきてるんですが、やっぱり NHK に電話するのが怖いとか、我々が代理でメールアドレス、我々の党の、まあ、コールセンターの電子メールアドレスで依頼者の住所と名前と電話番号を入れて電子メールで送っても、これは、まあ、立花関連の電子メールだから、本人確認ができないから、コンビニ払いに変更できませんみたいな対策を打たれてたんですけども、今回新たにこれも司法書士さんや弁護士さんと提供してですね、いわゆる今 NHK にお金を払っている人で、これまでは、自らが受信料の不払いを NHK に、まあ、不払いというか口座払いをやめてもらって NHK から請求書を来た人が本人確認ができるので、まあ、それで弁護士さんが受任してたんですけども、まあ、NHK にお金を払っている事実、まあ、クレジットカードの引き落とし、あるいは通帳のコピーで NHK に受信料払っていることが確認できた方は、まあ、その時点でも弁護士あるいは司法書士に任していただくと。で、司法書士弁護士の方から NHK に、私はこの NHK と契約している視聴者の方から委任を受けた弁護士です、あるいは司法書士です、支払い方法を銀行引き落としからコンビニ払いに変更してください、で、請求書の送り先は私の事務所、いわゆる法律事務所に送ってくださいと。これかなり今日総会というか役員会の時に思いついたんですけども、これかなり効果あると思います。で、それをまさに政見放送で言っていくということですね。 NHK を見てる方に受信料なんて払わなくても大丈夫ですと、今自動引き落としている口座から落ちている方、クレジットから払っている方も大丈夫ですと、ぜひ我々コールセンターにお電話くださいっていう呼びかけを6時間のうちの大半をそれでやってしまうと。とするとそういうコールセンターかけてた電話に
弁護士事務所、司法書士事務所を紹介していくっていうこと、もちろん我々の紹介する法律事務所や弁護士、司法書士事務所じゃなくても、これ多分司法書士さんからできるので、かなり儲かるビジネスになると思いますね。司法書士さんとしても1件5000円ぐらいで受ければですね、まあ、NHK に手紙を送って、この人の支払いを口座引き落としからコンビニ払いに変えてください、それで請求書は私にくださいってやれば、これ全然支払いはもちろん義務ではありませんので、で裁判になった時は払ってもらえばいいだけのことなんでね、依頼者に別に我々が直接やらなくても、これは一つのですね、やっぱり国民が望むサービスだと思うんですね。やっぱ NHK 怖いんですよ。現に NHK 自体がその反社会勢力とつながりを持ってこれまで集金回収してたわけですよね。まあ、昨日も実は僕直接10年ほど前に NHK の、まあ、ちょうど船橋を回っていったっていう委託会社の社員の方、元社員の方ともお話しましたけども、まあえぐいことやってましたと。もうなんかいわゆるカニ歩きってやつですかね、マンションで。本来は入り口のオートロックで例えば101コースを押して確認して行かなきゃいけないのに、もう住民と一緒に中に入っていく、オートロックはそのまま住民の横と一緒に入っていって、あとは101、102、103って横にこうやってボンボンボンピンポンしていくと、そういうこと平気でやってましたと。まあ、もちろんね、今からでいいですから、受信料なんて今からでいいですから払わないと裁判になりますよっていう、まさに弁護士法72条違反や建造物侵入っていうのをやってたっていうことですね。だからこれ刑事事件として摘発されていないだけでですね、私自身も NHK からこの件に関しては一切名誉毀損、民事も刑事もされていません。いわゆる NHK が反社会勢力の人たちと一緒になって悪質な受信料の取り立てをしていたっていうことは何度も繰り返し言っていますが、ここについては一切民事も刑事も NHK の方から抗議すらありません。それは NHK も多分認めてるということだと思います。ですからやっぱりこれまでその口座引き落とししてたっていう人たち、まあ、恐怖を感じているわけですよね。 NHK に電話したりすることが怖い、もちろん受信料の支払いをしないことに対しての不安や恐怖もあるでしょうから、そこを司法書士さんや弁護士さんが間に入ってやるっていうことで、多くの人が受信料の不払いをやりやすくする、まあ、それをその宣伝を NHK の政見放送や東京都知事選挙で配られる選挙候補の新聞ですね、全国に配布される新聞、これぐらいのサイズ、1人4分の1ぐらいなんですけど、新聞をバーッと見開いたら 8個あればこうなるんですね。これぐらいっていうか、新聞で一番大きなサイズに開いた時のあれの8分の1が1人なんで、あれが全部で30分貼れますから、この見開きの約4枚分ぐらいは使えるということですから、小池さんの主張が、小池百合子さんの主張がこれぐらいだとしたら、それの30倍の面積を使ってNHK にお金を払わなくても大丈夫ですよっていう文字での台本をしていきます。まあ、もちろん新聞はほとんど高齢者ですから、高齢者の方にはあまりそのマーダーミステリーとかそのネット上の話をしても意味がないので、 NHK の政見放送と選挙広報の新聞で受信料の不払いを再度ですね、強く強く訴えていくと。で、さらに今年のもう一つのテーマである2割受信料返還訴訟というのをやっていきます。要は8割しか払ってないんだから2割は払いすぎでしょう、当たり前のことですよね。どうして分担金を全額払ってない人の分まで払わされるのか、当然のことじゃないですか。分かりやすくいつも例えてますけど、まあ、100人の町内会があります。町内会で餅つき大会をします。町内会費払ってるのは80人です。20人払ってません。餅つき大会の経費が80万かかりましたと。80人で払ったら1人1万円払わなきゃいけないですね。でも100人で払えば1人8000円でいいんですよ。なぜ払ってない人の分を払ってる人が負担しなきゃいけないのかって、当然のこれ疑問であり、払ってない人の分はこれは払ってる人が負担するんじゃなくて NHK の役職員が負担すべきものでしょう。それは一生懸命 NHK が裁判をしてでも回収できない、これは債務者の方に責任があるでしょうけど、90万円とか請求を NHK しておいて未だ法的手続きをしていないことが明らかです。90万円、80万、70万いっぱいいます。
不払いしている人は1000万人、1000万世帯あると言われているわけですし、そういう人たちに年間100件しか裁判してないというのは、これは明らかに NHK の経営陣の懈怠です。ですからこれは NHK に請求するのではなく、 NHK の役員や職員、まあ、まず役員の代表である会長に対して2割返せと、約1000億ぐらいですかね、1000数百億については、あ、 NHK の会長の稲葉さんかな、今が、それはマシなお前が悪いんでしょと、これはもう市長であるとか知事は必ず言われることですよ。集めることができる税金や自治体に入ってくるお金を努力もせずに裁判もせずに放置したら、当然首長が責任を取るっていうのがこれまでの判例、当然のことですから、 NHK の会長個人に対して2割受信料を集めることができてない責任を取れという裁判を起こしていく、まあ、それに、起こしていくのを今4月あるいは5月ぐらいと考えていますので、来月の3月の国会ではですね、隣2人いる参議院議員2人に、まあ、特に NHK の担当の総務委員の2人ですから、しっかりと NHK の稲葉会長以下役員陣にですね、なぜ裁判しないのか、まあ、そもそも昭和39年は 100% 受信料回収できてたわけです。なぜ回収できなくなったのか、あなたたちが犯罪不正を続けてるからでしょ。20年前に紅白チーフプロデューサーの事件があって、市長が受信料の支払い率が 70% に落ちた理由は何なんですか。そこからあなたたちは一生懸命何か裁判をしているようだけども、たかだか 80% しか回収できてないことについてどう思うのか、そういったところを分かりやすく国会でも質問してもらってですね、国民の皆さんが分かりやすい形で参加して、払ってる人はやっぱり私は払いすぎだ、俺は払いすぎだというところに気づいてもらいたいという基本的な、まあ、NHK の受信料制度に対する問題提起をですね、この東京都知事選を使って、国民の皆さんと一緒にやっていく。で、こういうことをすることによって選挙に行かない約半分の有権者の関心を集めることができると思って、